力だから。あれ、クモも違うやん。クモもまだイチゴとかブドウは変わんないんだね。あれ、でもサクランボ違くね。なんかサクランボ反抗期迎えました。あれ、笑ってたペコだよね、サクランボって。あれ、みんな表情、あ、でも変わってないよな。変わってないやつは変わってないけど、なんかサクランボだけ反抗期迎えた。おい、なし、お前どうした、グレたやん完全に。なんかすごいグレてる表情してるんだけど、なんかあったの？なんかリンゴとリンゴでさ、進化する過程でなんか方針がちょっと違いましたみたいな、そんな感じ。本当は梨になんてなりたくなかった、どうして僕は梨なんだ、そんな感じなんかな。なんか反抗期みたいな顔あるな。梨と梨さくっつけたら桃か。桃は変わっとるか。桃は変わってないか。あれ、これ桃変わってるべこ。変わってないよね、桃。こんな感じ顔だったよね、なんかアホ顔だったよね。え、どうだったっけこれ。変わってます。え、どこ口。え、なんか桃ってなんかアホ顔だった気がするんだけど、ずっと。あー、かわいい、怯えとる。パイナポさん、なんでそんな怯えてるべこなんですか。え、なんでビビってんだろうね。梨のこの顔じわるな、嫌いじゃない。なんか好きな子とかにさ、んって言ってなんか物渡してきそう。ほら、やりよみたいな。どこがハロウィン要素。まあ、表情と背景、BGM、 あのハロウィンで、え、何がハロウィンってなったらカボチャ、スイカがね、リストラされてカボチャになった。もうそこだよ、夏終わり、リストラ言うな。いや、期間限定のリストラでしょ、期間限定の。でもなんでサクランボがこんななんか反抗期迎えちゃったのかが、ペコーラはちょっとね、どうしてなんだろうって思う。みんな謝っといた方がいいよ、マジで。多分みんなこのゲームやってる時にさ、サクランボさんとイチゴさん、くっつけ、くっつけ、パイナポくっつけ、あ、くっつく、くっつく、絶対くっつく。やっほー、メロンさん、どうしちゃったんだろう。なんか、あ、ちゃ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 。いや、多分ね、なんでさくらんぼさんがこんな拗ねた顔してるかっていうと、あんたたちさ、やっぱ時々さ、さくらんぼさんといちごさんが邪魔なところに入った時にさ、いちご、さくらんぼ言ってない。それだよ、絶対わかるもん、ペコーラ。そのせいじゃない、この表情はって思う。かぼちゃになんかなりやしないんだと思ってる。いや、君はカボチャになるべき存在だよ。ペコちゃん、前スラムって言ってませんでした。言ってない、言ってない、やめてください、そんな。オッケー、いや、お邪魔だな、イチゴ。落ちる、あ、落ちる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 。くっつけ、くっつけ、くっつけ、くっつけ。オッケー、どれだろう。おい、もうさくらんぼ、だからお前悪口言われてんねんぞ、さくらんぼ。それでもそこのサクランボがクソ邪魔だな。あ、もっと邪魔な桃来たわ。うわ、桃これさ、弾けれないか。サクランボ押せねえかな、サクランボで。押せ。はい、みんな褒めポイント来たよ、サクランボさん頑張ってる、サクランボさん頑張れ、頑張れ。何してくれてんだよ、マジで。訓練してくれよ。お前何のためにいんの。押すためでしょ、押すためにいる要因じゃないの。あまりにもひどすぎる、やばい。ペコーラのちょっと DV 気質が出てるかもしれない今日。